こんにちは、シュです。今回は私の絵を描いてくださってる方の絵を見ていこうかなと思います。たまにね私の絵をこうやって描いてくださる方がいるんですよ。なんでそれを見ていきます。特に許可は取ってないんで、まあ生温かい目で見てほしい。そこはごめんなさい。いや、まずこれね、鬼滅の刃ね。鬼滅の刃。心を燃やせじゃなくて、豚を燃やせ。 チャーシューみたいな感じで。右側的かなで左がなんか赤座っぽい翔太かなうわ、これすごいね。この絵超好き。かっこいいね。さっきと同じ方だね。私の鬼滅の刃。これなんだ豚の呼吸かなうわ、これ懐かしいね。シェアハウスのやつだね。すごい。わ、この前作って、 くれた方はねすごいよねこれどうやってこんな動かしてんだろう超すごいいいよねこれ超好きミートピアでシュルのアイコン作った気持ち悪いなわ <laughs>、まあ、ちくしょ顔気持ち悪いだ。こんな顔してんだうわーすごいこれしんちゃんも自分で描いてんのかなえすごい見てこれディズニーの顔になるやつなんだってうわー <laughs> やばすぎこれ学校行って前の席の人の髪ずっとむしり取ってそう 怖くないアジクシー、これ。ありがとう。まあ、わかるよね。ああ、すごい。アジクシーだなってなんかわかるよね。うわ、すごい。パズドラの終盤目。えー、すごい。わーお。お、指名手配されてる。いや、っそ、アジクシー。100ベリーかよ。チョッパーじゃん。うわ、これね。領域展開。受け警部サンシャイン。いいね。うわ、かっこいいね、これ。 うわあ、さっきの領域展開、これ書いてくださって方だこれ超いいよね。領域展開激アツファンタスティックよりで、ね、これは超いい。ははははは。よく私の動画で死者誤入していくたとーマ死者誤入しないで日村さんって言ってるんだけど、 合成させてみましたって <laughs>、来てたね。いや、確かに、日村さんを細くして、ちょっと生田堂安も入ってるね。面白いね、これ。すごい、合成ってできるんだね。あ、すごい。目元がやっぱ日村さんだよね。いや、なんか怖いな、これ。しか、なんか手出てきてるし、怖いな。なんか五条悟の領域展開みたいな、ね、怖い、ね。えー、すごいいいね、このマジかよ。超いい。 え、すごい。これアモンガースだよね。5年ぶりだなって。エレンと超大型巨人。えー、超すごい、これ。おー。これ音聞こえないね。これペシ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 ,ペシ,ペシと音欲しい。ははははわ、これすごい。東京リベンジャーズのエンディングにあるこのシーンだね。いいね。うわ、すごい。私体勢変えてそのまんまだね。顔も目も。 ええ、なんか、海に泳ぐ私みたいな。で、超いい。すごいね、これ、ドラゴンボールかな。青、赤、黄色、信号機みたい。頭で黄色。あ、すごい。今やってるしんちゃんのやつね。私、右にいる。すげえ。んー、なんか違うね。なんだろ、う何かが違うな。 お私の好きな、<laughs> ナルト書いてくれてる、渦巻チャーシューって、ほぼ頭じゃんちゅう、あれのとこのあれが。うわ、ともこれ完結。あれ、私、花沢さんと一緒になったんだっけども、これって。あれ <laughs> 何これ <laughs> 何これ, <laughs> 何これなんかすごい突っ込みところ多すぎるなんだ,いやだこれ茶園おこれキング出したっけ私、これわかんないんだよね、元ネタが。 いや、すごいね、でも。うわぉ。まじ、すご嫌いじゃない。嫌いじゃない。うお、かっけえ。コナンくんだよね。江戸川州犯罪さんかっけえ。れだ <laughs> かリアルな人っぽいね。<laughs> またコナンくん。なんかちょっとみんな、アローラ感がすごいな。うわあ、二十強だ。 青に面白かったね。でももう怖くて本当にやりたくないって言ったらあれだけどガチ怖かった。お、これどういう状況スパイダーマンに連れ去られてんのかな私。失踪するな、みたいな。怖すぎでしょ。ああ、こは本当のホラーゲーじゃいや、皆さんありがとうございました。結構私ね、今回、かっこいいイラスト、割と選ばせてもらいましたね。可愛いいイラスト、 もう結構書いてくださった方いたんだけど、まあ、かっこいいをテーマに、今回ね、動画に出してないのでも結構すごい書いてくださった方、すごいいらっしゃって、いや、ありがとうございます。いや、かっこいいね、これ。なにこれ、ちょっと寝起きみたいな感じかな。うわ、出た、思春期。ただ、こういうかわいいのも結構あったんだけど、今回はかっこいいのを選ばせてもらいましたね。はい、ということで、今日はついんで、これで終わります。バイバイ、ありがとう。